ハロウィンでございまして、今日はテーマを七福神にしております。でとりあえずドラムス次郎神テーマがドラムスベースがこれ江別さんも同じになって最後最後作ってきました岩手翔です。私はうちでの当事長を持っています大黒さんでございます。大塚伝承です。あと弁天さんが登場しますけど、こちらでお越しくださいましてありがとうございます。まあ、今夜はこういうことでどういうことで私は引き立てんこではなくて弁財天です。いつもそうなんですけども、ハロウィンライブするに際していろいろ準備が本当に早くから結構大変で、まあ、上馬さんのこのね、この頭がまたどんだけ難しいかよくお作りになられました。どうやったらあの長い脳みその詰まった頭を作るかというね。この衣装を日本橋の古着屋で調達して自分自身らしくなりました。これはタイの写真を拡大してすごいですね。いつもすっかしくこのジュナコトチョウの家が今回は一番のリリーサクタイ、これはちょっと結構手間取りました。100均のあのパパン切って作ったんですけども、それと金の折り紙で塩紙で、なんか年々こんなことばっかりして器用になっていて、私も自分のこのこれ針紙入れたりとかずっと縫い物してて、シンガーなのか縫い子さんなのかわからなくなっちゃってるぐらいこう夜な夜な仕事をしてたんですけれども、大黒さんとエビさんって親子なんですね。え、そうやったの。私も今回いろいろ七福神って言っても何が何かちょっと親はい、ちょうどよかです。なんか大黒さんはすごく厳しい神様で、で、まあ、もうこの翔さんは仮装しなくても許したんでしょ。顔だけでも許したんですね。まあ、弁財天は財布の神様とあと芸事の神様とかっていうのは、まあ、財布っていうのが多いみたいですけど、弁財天っていうのは琵琶を持ってるのが。ね、よくイラストに書いてあるんですけども、琵琶っていうのはなかなか私手作りかなりしてきましたけれども、さすがに琵琶までは作れないと思って、この岩田翔さんが、たくさん楽器を持っておられて、ちょっと借りてきたのがこのさっきの、バンドリンという楽器なんですけれども、ブラジルのマンドリンになるんですかね。で、すごい翔さんはブラジルに行っておられることがあって、ポルトガルじゃない、ブラジルのショーロっていう、あ、そうそう、よく知ってますね。
昨日調べましたということで今日はわざわざ持ってきていただいて、まあ、珍しい楽器なのでちょっとご紹介しておこうかなと思って、ただの小道具でそこに置いてたらもったいないのでせっかく持って行っていただいたので、バンドリン君でした。でも85歳になられるんですけれども、85歳で仮装してる人ってこれもギネスにいけるかもしれない。なかなかあのこのもう物ともせずになんか思い切って吹っ切ってやってくださるんで、もう本当にね、あのギネスはね、はい、ピアニストの100歳まで歌うんです。ギルビー・ブレイクという人で、この人何が有名かというと、100歳まで来たんです。それが今あのギネスのトップですから、頑張らないかね。いやもうでもこの僕のキサルはもう全然余裕で多分大丈夫です。僕あのペースメーカー入れたんですね、8月に。でこれ電池が10年持つんです。ただ今度入れたのは95歳です、ね。それまでが楽しみですね。
I start a version of somebody. No mercy, all in pretty light. No shadow of a regret. Sweet, I hope you shouldn't ask me. I curse the sun so I may be. This very old手に登って休憩してまいります。皆さんどうぞごゆっくりお過ごしください。